え、デコってあれなんや、引っかかるワードなんや。今日はデコ出しです。デコ出したらさ、まつげがすっごい目立つくない？ほらすごい毛虫みたいにめっちゃまつげ。今日はね、ちょっとギャルっぽく行きたかったんで、カラコンもね、新しいの買ってつけたんですよ。ちょっと派手めの。ちょっとふとふち、このアオハルの衣装にね、めっちゃこういう濃いメイクは最初抵抗あったんですけど、意外となんかいいんですよ。これに後でリボンつくからねもっとプリティーになる。まつげ上がってるでしょ、めっちゃボソボソ。前も1週間ぐらい前やってさっき公演がすごい、なんか久々に感じる。いつもなんか公演なくても3日に1回はあった感覚やから、1週間空いたらめっちゃなんか公演久々に感じるけど、皆さんどうですかどうですかって言ってもあれか。なんかね、あんまり公演少ないんかな、少なく感じるわ。今日高校合格発表だって。お、そうやん、合格した方おめでとうございますいやじゃあ美咲も1、2、3年前の今日はドキドキしてたんかな。あ、フェスあった、確かにフェスあったからね。確かにこんな衣装着たもんフェスで。お、合格したよ、おめでとう。めでたいめでたい、お疲れ様。なんかまたさ、あの最近体が激弱すぎて、ほんまに体激弱で、3日前ぐらいにまた熱出して、実は喉痛くなって、まだ熱出て、でも1日で熱引いたからあれなんですけど、まだちょっとね、また喉の痛みと咳がね残ってるんですよ。もうほんまにすぐに体調崩す最近やばい。妹もなんか熱めっちゃ出てたし、ほんまになんか体弱くなっちゃった。食べ物が3食ちゃんと食べてないから、学校終わって。腹筋割れてないんですよ。あの普通に食べ過ぎて腹筋割れてないっていう。あの最初に私太ったらというか顔に全部つくんですけど、その次多分もうお腹とかマジでつかないんですよ。でもお腹についちゃってるから多分相当やばい。だって一番痩せてた時に比べて4キロ太ったりしましたからね、一時期やばい。3、4キロ太りましたね。太った
っていうかむくみがすごくて、それで重さやと思うんですけど、あの一番ピークで痩せてる時に比べて3、4キロぐらい増えて、マジで焦りましたね、その時は。最近顔細いし、いやこれね、一つわけがあるんですよ。なんかね、ここの辺にね、なんかわからんけど影入るんですよ。なんか朝っぽいみたいな、朝みたいな影ができちゃって、こっちのほっぺだけで、それが逆になんか頬がこけて見えてるんですけど、で、ね、痛くもないし、そんななんか殴られたとかでも全然ないんですけど、なんか2ヶ月ぐらい前からこの辺がなんか黒ずみ出して、それのおかげでなんか頬がこけて見えるんですよ、ふとした時に。だからそれのおかげなんか知らんけど、普通に今過去で太ってるピークですね上どうなってる？これはね、上はジグザグで多分ねじってもらってます。見えるかな？あ、やばい、めっちゃ加工型ねじって、多分後ろはこの辺で終わってる。黒ずみです。そう、メイクさんにね、なんか今日はおでこでこ出ししたくて、なんかしてくださいっていう超絶無茶なお願いをしました。なんかこんな感じにしたいっていうちょっとのデザイン案も出さずに、あのでこ出ししたいんで、なんかそれでいい感じにしてくださいっつってこれにしてもらいました。全でこ上げ。との話聞いて、美咲が成仏苦手なのでした。あ、そうそう、あれ、鳩結構苦手なんですよね、私。あお、最近さ、なんかもう家におるのがすごいなんか嫌で、もやもやする。家におったらなんかちょっと嫌になっちゃうんですよ、なんかいろいろなんか考えちゃうから、まあ、かといってなんかお仕事いっぱいあるのもね、あれやけど、だから気分転換に最近外歩いてるんですけど、公園とか、まあ、普通に家の周りちょっと歩いたりとか、なんか結構公園お散歩、わざわざ遠い公園行ってお散歩したりとかしてるんですけど、あの本当に公園歩いた時に、あの鳩がいっぱいいて、リフレッシュしたいのに鳩いっぱいおって道通られへんくて、でもなんかさ、そういう公園におるさ鳩ってなんかめっちゃ人慣れしてるというかさ、なんかこっちが歩いてっても全然どっか行かへんのね。なんかずっとそこに居座ってるし、なんかでしかもさ、ギリギリになって飛び出したりするやんか、鳩って。それが怖くて、しかもどこ飛ぶかわからんし、地味に低空飛行やし、鳩って。だからなんか怖くてヒヤヒヤする瞬間、鳩が近くにおるときに。逆になんかまたモヤモヤがたまるっていう、なんか悪循環的なのが起こってるんですけど、でもなんか普通に街というか道歩くよりも公園の方がやっぱ子供とかいたり、なんか他にも犬の散歩してる人いたりとか、人多いから、なんかあ、この人にもいろんな人生あるんやなみたいな、そういうのを思いながら歩けるから、なんか人がいっぱいおるところで歩きたくて、普通の道やったら車通るしあんま人おらんし嫌やから、公園まで歩きに行ってるんですけど、もう唯一鳩がねちょっと怖いんで、鳩がいっぱいいる道はビクビクしながら通ってます。
や怖いよ、どのタイミングで飛び出すかわからんしさ、じっち近くで飛んだりするときに怖すぎて余計うわってなるけどまあでも鳩も生き物なんでね、ダメですよそんな怒ったら。あの鮭がビビリなだけです。ね、同じ生き物やからね、こんなん言ったらあかんけど怖いんですよ、鳩は苦手。パンのクズ投げたらそっちに行くよ鳩。でもそれさ、投げたらいいけどさ、あいつが投げた、もしかしてあいつ他にもパンクズ持ってるかもみたいなさ、あのなんか賢かったらさこっちに来そうで怖くない？それはでもカラスか、鳩は大丈夫なんか。まあ、でも鳩はもう嫌だ、怖い。犬とかはいけるの？犬とかも無理ですね私。動物全般怖いんですよ。マジで鳩怖い。わ。で一番でも嫌なのが。こう鳩がこの辺におるとして、美咲はこっちから歩いていくやん。でなんか小学生の子供とかって鳩にね、このみたいなことやって逃がそうとするんですよ鳩。小学生の子とかって、私もそんなんしたことありますもんだってちょっとねビビリなくせね、なんかビビリやから、でも私は鳩の近くじゃなくて鳩とマジで数メートル離れてるとこでこうガンガンやって、まあ、全然意味ないんですけど鳩にとったらそんな届いてないから。そういう時にここに鳩がいて私こう歩いてきて、こっちからそういう小学生の子がそれをしたんですよ。そんなんさ、こっちからしたらさ、こっちに鳩飛んでくるやん、マジでやめてくれって思って、そんな瞬間マジでやめて、怖いからと思って、マジでもうその時はちょっともう内心めっちゃキレちゃいましたね表では言ってないけど、別に悪いというかね、やりたくなる年頃やかもしらんけど、こっちにこっちでそのガンガンしたら鳩もこっち飛んでくるやん、岬おるやん、考えてよとは思いましたねめっちゃ怖かったもんこれ。キレてるとか言ってるけどほんまめちゃくちゃ怖かったもんこれ、マジで怖かったわ、あれほんまに怖かった。そう、飛ぶから怖いねんな。そう、まあでもそれ以外はもう普通にのどかに散歩してリフレッシュ最近してますね カメムシが部屋の中に住み出した。何匹もおるってこと？カメムシが怖いな。カメムシはでもそんなに私の身近には見ないかも。自転車乗ってて口に入ったことある？いい、美味しかったでも最近カメムシじゃないけど蚊かな、なんか虫目の中入ったことあって、なんかねやばい痛っってなってこうなるやん、でこう次目開けた瞬間なんか目の中にその蚊の形のシルエットが映りましたよ、こう視界に、こっちの目に蚊の視界のシルエットこっちに映って、マジで焦りましたその時は。でピアノ教室向かう時やったんですけど、ピアノ教室着いてからマジでこうやって目めっちゃ洗って、まあ何もなかったからよかったんですけど、もう蚊のシルエットが映ってマジで怖かった。しかも青くなったし、視界
世界が青になりました。マジで怖かった。じゃあちょっとランキング見ますね。こんな話になったけど、やーせったわーん時、小学2年生ぐらいの時かな。めちゃくちゃ怖かったもん、自転車乗ってて、ね、怖いよね。あ、ちょっと待って、ランキングの場所が、あ、あった。じゃあランキング読みますね。13位じんちゃん、ありがとうございます。12位きくやんさん、ありがとうございます。11位うじいさん、さかちゃんおでこだし一番かわいい横山頑張ってね、ありがとうございます。おでこだし。10位なおさん、ありがとうございます。9位みやくん、公園行きますね、ありがとうございます。8位なっかーさん、ありがとうございます。7位おかちゃん、ありがとうございます。6位ナスカさん、ありがとうございます。5位リキヤさん、劇場公演入ります、よろ、あ、よろありがとうございます。4位竹坊さん、アオハルンルンしに行くね、ありがとうございます。3位ジョセフさん、ありがとうございます。2位スケカニさん、ありがとうございます。1位カミヤさん、ありがとうございます。よしよし、久々に公演前配信でき、あ、前もしたわ。今日メイクが早い順番でできたんでね、時間がありました。じゃあちょっとあの髪飾りをつけてこないといけないんで、また今日は18時半から、僕の春公演よろしくお願いします。40分後か。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。